やいや星さん、やっぱり見た目以上のものがありますね、やっぱり。はい、もう年齢国籍不明とかもう関係なくなりました。はい、音楽はね世界共通、はい、はい、もう素晴らしさは世界共通でございますね。ズバリ皆さんね、本物を見ましたね、レノン・ザ・ワールド、よかったやってて、はい、はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、とんでもないです。もうね、はぁ、星さんね、はい、こういったね、プレーの中でね、星さんが実際ね、なんかこう伝えたいこととかあるんですか。やっぱりこう、やっぱりツアーもね、回ってね、もう日本全国行かれてるんじゃないですか、はい、ね、そういった中で、なんかこう、ギターを通して、なんか伝えたいこととかあります。ギターを通して伝えたいこと、まあ、シンガーソングライターでもあるんですね、歌もありますよね、歌詞もあるんですよね。そうですね、メッセージ的なものって何かあるんですかね。はい、ちょっといいこと言おうと思って僕心配いっぱいになってるんですけど、はい、メッセージ的なこと、はい、まあメッセージ性ちょっと弱いかもしれないですけど。だからさ、メッセージくださいって。いやいやいや、はい、まあ、なんかもう、はい、まあ、曲作ってやってるだけなので、はい、すいません、あの酒飲んでいいですか。いやいや、まあね、そうですね、まあこれもアートなんですかね。はい、こういったね世界観を楽しんでもらうのも、はい、実際ね、伝えたいことは聞いたあなたが感じてくださいみたいな感じですかね。僕はうまいことまとめたのか失敗したのかちょっと皆さん分かんないですけど、すいません。はい、はい、まあね、はい、まあ、一曲一曲ね、星さん今日やってもらった曲ももちろんね、素晴らしいんですけど、あの曲名は何ていう曲名で今日やられる曲。エブリデイ、はい、あ、そうですね、はい、まあ、今日のエブリデイの中のね、いろんな、ね、世界観を味わいつつ、まあね、他にもね、星さんのたくさんのねオリジナルがあるわけですよ。皆さん、オリジナルが、あ、いや、オリジナルがあるということはアルバムもあるということですよ、星さん。アルバムもありますよね、はい、ということでね、なんとあのアルバム何枚くらい出してます今まで。3枚出してます、ね、3枚、はい、そして3枚目がなんか最近、はい、なんか発売になったとか。あ、できます、はい、今年の1月でした、はい、1月ですか、はい、まあまあ最近でしたね。はい、3枚目が出たということで、はい、ああそうですね、まあ、そうですね、星さんは全国をなんかツアーして旅してらっしゃるので、はい、まあ、もちろんコンサート会場でお買い求め、ね、していただきたいところなんですが、あの実際の今日の演奏を見てね、まあ、モニャランカチューブとかいろいろやってるわけですから、はい、確認して、ね、見てもらってアルバム欲しいなと思った方はどちらでお買い求めしていただければ。あ、そうですね、ホームページがあるので、はい、ここから連絡くれれば。あ、本当ですか。星さん直々で。それほとんど手売りがメインなんで。ああ、そうですね、まあ。ライブ会場に来てもらうのが一番いいんですけど。そうですね。で、まあ、連絡いただければ。じゃあのホームページがありましたが、あのレノンのね、あの多分こう流れてるところにね、星、はい、さんのホームページのアドレスも入ってると思いますんで、はいはい、そちらの方から入っていただいて、星さんにね、ぜひともね欲しいですっていうね、メッセージをね、まあ添えていただいてですね、あの書いていただくと、なんと星さんがね直々を放送してね、梱包してね送っていただけるということなんで。ただあの東京になかなかいないので。ああ、そうですね、遅れるかもしれないです。そうですね、ツアー回ってらっしゃるからですね、はい、はい、まあ、のそれをね、まあ、踏まえた上で皆さんね、ぜひともねアルバムの方ね、あの僕聞いてもらいたいんですよ。はい、実際ね、あの本当にライブ会場もすごいいいんですけどね、星さんの音楽っていうのはあの、まあ、ライブで聴くのも良いし、なんか、ね、お友達とかね一緒にいた時とかね流しながらね、お話も弾む曲が多いんで、はい、そういった上でもすごくおすすめのアルバムだと思います。はい、もちろん今日のエブリデイも入ってますよね。はい、1枚目ですね。ね、はい、それ1枚目に入ってますからね。はい、新しいのが、新しい、そう、皆さんね、新しいんじゃないんですよ。オレナンザワールドね、はい、もうギリギリいっぱいいっぱいの番組になってますね。はい、まあ、でも3枚出てますからね、ぜひともね、はい、もう買われるんであれば3枚まとめてね、はい、もうね、星さん1回1回こうね送るわけですから、買うんだったらもう1回まとめてよってね。ありがたいです。はい、まあね、あの3枚ともね、いろんなね、あの違ったね色があるねアルバムだと思いますんで。あ、1枚目と2枚目はこう2枚組で売ってるので、お、はい、ちょっとお得な感じです。あ、だから3枚買っても4,000ぐらいですね。あ、はい、なるほど。あと送料。ああ、そうですね、はい、まあ、まあ、そういった意味ではリーズナブルな中にも僕は本当におすすめしたいね、皆さんアーティストなんですよ。本当にそこまでしてもあの本当にそうないあの方だと思います、星文明さん、はい、スター文明です。はい、すいません、星さん無理やり面白い、ね、面白いこと言おうと思ったらこうなるんですよ、星さん、はい、ということで、ね、あ、まあ、せっかく今日曲もね聴いていただいてね、星さんがねどういったアーティストかというのはね、じゃあ、まあ、伝わったと思うんですが、せっかくですから、ね、レノン・ザ・ワールドを見てらっしゃる皆さんに最後に一言
メッセージというかね、星さんにね、はい、ぜひ伝えてください。メッセージ、メッセージ、はい、あのもうすごくあのライトな感じで結構ですから。あ、そうですか。うちはもうそんなゆるゆるですから、ガチガチは大丈夫です。いや、なんかあの、はい、はい、ライブ来てください。あのいろいろ、はい、あちこち回ってますので、いろんな県を行ってるので、はいはい、あの多分見てくれてる人多分いろんなところにいらっしゃると思うんですけど、もうレノンズワールド全国でやってますから、はいはいはい、多分回ったお店とかファンの方って全員もうあー見てたよって。そうです、はあ、見てますよ、はい、お近くにあのいろいろやった時は全然なく見てくれるか、ありがとうございます。はあ、もうああこういった性格なんで星さんすごい接しやすい接しやすい星さんはですからね、皆さんもぜひともねライブ会場に足を運んでいただきまして、レノンザワールドね見ましたよって一言言うと、またこのね星さんとの距離も近くなるんじゃないでしょうかね。はい、嬉しいですね。そうですね、はい、その一言言っていただくとね、星さんからねね CD を買ってもね入れたお客さんでサイン入りでねお渡ししますから、はい、もれなく自動的に CD を買ってもらいましょうか。はい、自動的に自動的に星さん、はい、ねえ、そうですということでね、はい、レノンズワールド皆さんもう分かってもらえてから星さんの良さをね、ね、よ、うん、うんと思った方はね何回も再生してください、ね、レノンズワールドね、そしたら回数ね、バンバン回数も上がりますからね。何の話ですよね。はい、所詮個人的な話でした。いいんですね、はい、ということでね、あの星さんね、ぜひとも、これからもまだね全国ね回りますからね、はい、ぜひとも足を運んでください。今回のゲストは、星文明さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう少し自由を感じ、傷ついた翼を広げ行くぜ。